ラジオ DJ、スタジアム DJ、実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画はなでしこジャパン世界一への道、ガーナ女子代表戦プレビュー。さあ今日ですね、はい、ちょっと遅くなりましたけども、今日ガーナ女子代表との試合が行われるということで、どんなフォーメーションになるのかとか、まあ、そういったところもね予想していきたいと思います。そして、まあ、トレーニングマッチ僕見たり、あとはなでしこジャパンの、練習を見たりして3日間見たんですけども、トレーニングマッチ含めて、まあ、そういったところのね情報もねお伝えできればなというふうに思っておりますので、最後までご覧いただき、そしてチャンネル登録、コメント、高評価のお願いします。それではレッツゴーやっていきましょう。まずはガーナ女子代表戦ですね。まあこのガーナ女子代表に関しては、まあ、日本がパリオリンピックで同組となったナイジェリア、仮想ナイジェリアという位置づけなんじゃないかなという感じがします。はい。でまあ合宿をねさっき見たっていう話をしましたけども、まあ今回このパリオリンピックに向けて日本国内でまず合宿を行ってから、そしてガーナ女子代表戦に行って、でパリオリンピックに向かうという形になりますけども、このまあ合宿がね、月曜日からですかやって、結果水見たんですけども、まあ、木曜日は15分だけ公開されて、その後はまあ非公開の練習となりました。で、まあね、まあちょっと入れるところと言えないところあるんですけど。まず、まあ合宿初日から見て、まあこれをいろいろ公開されてるところでもありますし、いろんなメディアを見たら、こういうのあったりとか、まあ記事がね、出てると思うので公開されておりますけども、本当に初日からハードな練習をしていたなという感じがします。まあ僕の中ではおそらくですけども、まあヨーロッパのシーズン、そして WE リーグが終わった、まあスウェーデンとかね、谷川選手とかはあれでしたけども、ヨーロッパのほぼ主要国が終わって、そして WE リーグも終わった状態なので、みんなオフに入りました。でそこから、まあ、ハードな練習をして、まず体のコンディションを上げていくと。でそこから、そのガーナ女子代表戦に向けて、でパリオリンピックにギアを上げていくという形になると思います。まあ、なので、まあ、このガーナ女子代表戦で実戦、まあ、ずっとね、本当に実戦試合っていう意味では離れてた選手っての多いので、まあ、このまずこのガーナ女子代表戦合わせて実戦慣れしていく、でパリオリンピックに向かう。だからね、僕的に欲を言えば、まあ、練習試合とかありましたけども、トレーニングマッチビアマテラスと、もう1試合なんかどっか代表とやりたいんかなって思いますけどね。まあでもしょうがないっすよね。まあそこはしょうがないかなっていうふうに思いますけども、まあ確かね、なんか1試合含まれてんだったかな、向こう行って、確か非公開かなんか含まれてたような気がします。で、まあ日本でのね合宿の締めくくりでガーナ女子代表戦をやるということになります。でもう皆さんもご存知の通りだし、ビアマテラスのねトレーニングマッチはもう公開されていたし、ギャラリーもね多くあったので、このチャンネルを見てる方、行った方は多いかなというふうに思いますが、ご存知の通り3421です。はい、ガーナ戦も多分3421で来ると思います。でガーナ、ビアマテラスの1本目が基本になってくるかなっていう感じがしましたね。はい、あえてどのメンバーが出たって言わないですけども、FIFA ランキング65位のガーナ女子代表戦に対しては、まあ、3421で、まあ、やっていくんじゃないかなっていう感じがね僕の中ではします。まあまあ、さっきも言いましたけども、ビアマテラス戦の1本目のメンバーが中心でやっていくかなと思います。ちなみに、まあ、ビアマテラスとの試合が30分3本やっていて、でまあ、メンバーをうまく変えながら、この選手はここに入ったとかみんないろいろありましたけども、守屋選手がバックアップメンバーではありますけども、左のセンターバックの左やったりとかね、まあ、そういったところも見えましたけども、まあ大体まあ予想通りのメンバーかなっていう感じがしますね。まあ、途中で宮澤ひなた選手が左のウィングバック入ったりとかしたり、清家選手が右のウィングバックで、結構ね清家選手のウィングバックはね良かったかなという感じが僕の中ではしますね。1本目は確か清家選手は右のインサイドハーフ入ってたんですけども、ウィングバック全然僕は清家選手、まあね試合でもやってましたけども、ありなんじゃないかなっていう感じがね、ウィングバックっぽいウィングバックって感じですね、本当にね。まあ攻撃もできるし守備も全然できる選手なので、まあそういったところちょっと楽しみなところかなというふうに思います。まあ FIFA ランキングはね65位と格下相手ですけども、まあこのガーナ女子代表に関しては、まあ惜しくもオリンピックのね、出場を逃してるんですよ。ザンビアに最後 PK まで行ったのかな、 3-3 で PK で負けたんで、まあ、レベル的には
ザンビアと同じぐらいと思っておいてください。まあ、ザンビアの方がもしかしたら強いかもしれないですけども、まあ、90分とかで 3-3 とかで終えるので、まあ、ザンビアと同じぐらいなので、まあ、ワールドカップでザンビアに勝ってます。だからなでしこジャパンに関してはこのガーナ女子代表戦圧勝しなければいけない試合だよっていうところを、まあ、見ていてほしいかなという感じがねします。というわけでガーナ代表のですね来日メンバーも発表されております。 JFA でね発表されておりますけども、正直言います、わかりませんいやいや、さすがに結構限界が、だからね今回ちょっとガーナ女子代表の予想フォーメーションちょっとわからないんですけど、ちょっとわかんないです。あのね全然情報がない。まあ、強いて言うのはダンクはマーフォーぐらいかな。プリンセスダンクはマーフォー、この選手がベイ FC アメリカでプレーしている選手ですけども、まあ、身体能力が特徴的な選手ですし、まだ20歳だったかな、21とか20歳の選手なんですよ。そうだからねこの選手若いし勢いもあるから、だからやっぱこうやってねアフリカのチームって1人2人例えば攻撃的な位置に1人いたりとかしてカウンター狙いとかで来たりするんですよね。まあ、ザンビアで言ったらバーバラバンダみたいな感じですけども、まあ、このダンクはマーフォーをちょっと気をつけなければいけないかなっていうふうに思いますね。だからまあ仮想ナイジェリアとしてカウンター狙いのところとか、やっぱ1人いい選手がいる中でそこでやられないようにする球際の強さを見せるっていうところには、まあちょっと仮想ナイジェリアは本当にあるんじゃないかなっていう感じがします。まあまあそうでしょうね、同じアフリカなんでね。はい、だからまあそういった特徴を、相手の特徴を消しながら、まあ、ナイジェリア女子代表戦に向けてのちょっとね前哨戦じゃないですけども、そこでちょっとアフリカの選手に慣れていくっていうのも大事かなと思いますね。まあ、日本でプレーしている選手、特にねウィーリーグでプレーしている選手は特にやっぱこういうね海外の相手、それからやっぱ身体能力の高い相手、足が一歩グネって伸びてくるような相手とかって経験したことはあまりないと思うので、そういったところびっくりしないためにも、まあこのガーナ女子代表戦でねまずねそういう身体能力の高い相手に慣れておくのがまず先決かなという感じがしました。さあというわけで、まあ、メンバーをちょっと、なでしこジャパンのメンバーをまた改めて出したんですけども、今回、なでしこジャパンのオリンピックメンバーの背番号が発表となりました。まあ順当に背番号もちろんこんな感じでついているんですけども、古賀選手は6番っていうね、はい、北川選手13、まあ、この辺はまあね今まで見てきた感じかなというふうに思いますけども、谷川選手が12番になりました。まああとは大体皆さん同じかなっていう感じですね。まあ、あの今回22人選ばれて、まあ、18プラス4名なので背番号1から22までつけなければいけないということで、まあ、この背番号になりました。どうですか皆さん背番号を見てね、はい、で変えましたよ、はい、清家選手ブライトン、そして清水梨紗選手マンチェスターシティ、おめでとう。まあちょっと今収録の段階ではどっちを先に出すか分かんないですけど、清水選手の動画も作ります。はい、なので先に清水選手の動画出てるかもしれません。まあ、マンチェスターシティにね移籍となりました。いやーついに来たよ、俺一番早く、日本で一番早くツイートしたんじゃない、違うかいやでも本当嬉しかったね。もう煽り動画みたいなのがあったんですよ、清水選手の正式に発表する前に背番号だけ、背番号2っていうのが分かって、後ろ姿とかイヤリングとか映ってて、でうっすらリサって書いてあったんですよ、 RISA って、あこれ決まりだなっていうことで、千葉もしかも2番だし、で、まあ、マンチェスターシティの移籍が決まったということになりましたね。まあ、とにかくね決まってよかったんじゃないかなという感じがしますね。徐々に決まってきましたね。まあちょっとアイラックになってますけども、山下選手もまあ海外に向けてっていうところで発表される可能性がある。そしてまあ藤野青葉選手もね移籍の噂があったりと、まあこれどん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 海外の選手が増えてくるんじゃないかなという感じがしますね。本当にこれからもね楽しみでございます。なでしこジャパンのメンバー、背番号も入れてみました。というわけで、まあ、ここが一番のメインになりますガーナ戦の予想スタメンです。まあちょっとこのメンバーになるんじゃないかなという感じです。まあ僕がトレーニングマッチ見たとか、まあ、あとはまあ合宿をね見てきた中でこんな感じでしょうって、まあまあ大体予想できるところかなと思います。まあガチのメンバーで来るならこんな感じです。まあおそらくガチのメンバーで来ると思いますけども、まあまずゴールキーパー山下選手、そして右から高橋選手、熊谷選手、南選手、まあもうこの3バックかな基本は。はい、で本大会臨むんじゃないかなという感じですね。まあ、おなじみ長谷川選手と長風です。右が清水選手、左北川選手。北川選手はキレッキレでしたよ。はい、ベアマテラス戦もねいいクロス上げて清家選手にボールをね出すシーンとかもありましたけども、なんか本当にねアイナックでやってる時と変わんないようなプレーを連発してたなという感じがねしますね。そしてインサイドハーフ、藤野選手と宮澤ひなた選手ですね、シャドウね2人。藤野選手もゴール
も決めてたし、結構キレのある動き、あの中ではビアマテラス戦は一番良かったかなという感じがします。藤野選手結構やっぱシャドウの位置で動いてたし、なんか迷いなくプレーできてたなっていう感じ、なんかこの人大舞台に強いなっていう感じがします。ワールドカップの時もそうだったじゃないですか、若いのに大舞台に強いんだな、まあ、それこそ選手権とかもそうだけど、本当に藤野選手って分かった、大舞台に強いんだっていうのが非常に分かりましたね。 U20 の時とかのね、そうですけど、はい、で宮澤ひなた選手、まあ、宮澤ひなた選手も徐々にコンディションを上げていった方がいいんじゃないかなっていう感じでした。まあ、怪我も大丈夫だっていうところも言ってたので、まあ、もちろんそうだけど、あとは、まあ、宮澤選手が北川選手の位置に入ったりとかもするから、まあ、そこはちょっと、ね、不測の事態が起きたりとか、あとはね、まあ、あの試合中に変えたりとかするところはあるかなっていうふうに思いますけど、まあ、基本はシャドウで藤野青葉選手の位置、もしかしたら清家選手入りますし、清家選手も右ウィングバックで試してました。まあ、ただ清水梨紗選手が不動なので、どうするかですね、池田監督だから藤野選手か清家選手どっちを選ぶか、あの宮澤ひなた選手を置いとく気がします。だから右のシャドウどうするか、まあ、もしかしたら藤野選手を左に置いて右のシャドウに清家選手っていう可能性も全然あります。で僕が見た中で田中美奈選手の方がこのシステムには合ってるし、動き的には田中美奈選手良かったかなという感じですね、植木選手と比べると。全然植木選手も悪くないですし、ただねビアマテラス戦結構オフサイド多かったなと、まあ、相手がこう高い、ね、ディフェンスラインを上げてくる中でそこを崩せないってなるとなかなか厳しいし、オフサイドかなり多かったので、特にガーナ戦とかね、そういうシーンが多かったりするとじれてしまって失点っていうシーンもなくもないので、まあ、そう考えると、まあ、田中美奈選手の方が結構収められるから、田中美奈選手も本大会でスタメンになるんじゃないかなという感じがね僕もします。というわけでこれがガーナ代表戦の予想スタメンです。さあ、なでしこジャパン世界一への道プレビュー以上になります。いかがだったでしょうか。さあ、あとちょっとね一つ断っておきたいんですけども、同時視聴できません。はい、ですね、ガーナ戦3時半ですか、キックオフ、その時間日発水沢球技場にいます僕、はい、ドンピシャで被っております。はい、まあ、ドンピシャというわけではないですけど、試合時間に関して言ったらちょっと6時キックオフなんですよ今日。はい、日発三沢球技場で YCC の試合が、そうなのでちょっと僕はガーナ代表戦を見ることができないので、あの同時視聴はねできませんが、パリオリンピックの方はやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価のお願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。